緊急地震速報、プラム法プラム法による改善事例。東北地方太平洋沖地震の時のもの。1は当時警報を発表した領域で、2はプラム法を導入した後の警報発表領域のシミュレーションである。一番右は実際に観測した震度である。図中国園内を見るとわかるように、従来の手法は震源域の広がりに対応できなかったことから、 関東地方の強い揺れが予測できなかった。それに対してプラム法は揺れの広がりそのものから揺れを予想するため、震源から離れた関東地方の強い揺れも予想できるように改善されている。プラム法、破面電波非減推進度は2011年3月の東北地方太平洋沖地震を教訓とし、気象庁が緊急地震速報の予想精度を 上げるために導入した新しい予想手法である。プラムは、プロパゲーションオブローカルンドンプとモーションの略で、巨大地震が発生した際でも、震度を精度よく求められるという特徴を持つ。2011年3月11日に、三陸沖で発生した M9.0 の東北地方太平洋沖地震では、東北地方と関東地方を中心に、広範囲で激しい揺れを観測し、 各地で甚大な被害が生じた。しかし、本震発生時に気象庁が発表した緊急地震速報では、震源から遠く離れた関東地方に関しては、場所によっては震度6前後の揺れとなったにもかかわらず、気象庁による緊急地震速報の対象地域とはなっていなかった。このため、従来の手法では、こうした巨大地震の強い揺れを精度よく予測することが、 できないという問題点が露呈した。このため、緊急地震速報の予想精度を上げることが必要となり、プラム法の開発が進められ、2018年から運用が開始された。プラム法は、震源や規模の推定はせずに、地震計によって観測された揺れの強さから、震度を直接予想する。この手法は、予想地点の付近の地震計で強い揺れが、 観測されたら、その予想地点でも同じように強く揺れるという考えに従っており、予想してから実際に揺れるまでの時間的な猶予は短いが、東北地方太平洋沖地震のように広大な震源域を持つ超巨大地震であっても、震度を精度よく予想することが可能である。このプラム法による技術的改善を説明すると以下のようになる。従来の手法は、 2016年から運用されている IPF 法により精度が向上している。P 波を検出したら震源を推定しその震源をもとにマグニチュードを算出する。そして全域の震度を予測する。IPF 法は従来の手法を高度化したもので複数の地震が同時発生した場合でも従来より適切に地震を分離し警報の過大な発表を回避できる。 また従来の手法と同様に、震源の位置やマグニチュードを推定して、震度を予測する。巨大地震にも対応可能なプラム法は、地震動の大きさを即時に算出した、リアルタイム震度の観測値により、周辺の観測値から震度を予測するが、震源は予測しない。従来の手法から根本的に変わった手法である。プラム法導入以降、気象庁の緊急地震速報では、 従来の手法とプラム法の両手法での予想振動を比較してどちらか大きい方の予想をもとに発表する。この手法をハイブリッド法と呼ぶ。これらの2手法を組み合わせて発表される。緊急地震速報は大手携帯電話会社を経由して携帯電話宛ての緊急速報メール、エリアメールに配信される。この手法は2018年3月22日から運用されている。 その後、2018年9月6日に発生した北海道胆振リ東部地震でプラム法による警報、更新の警報が発表された。また2021年2月13日に発生した福島県沖の地震では首都圏、北陸にもプラム法による更新の警報が発表された。ありがとうございます。